だもんね、エイム特にもう破壊するだけっす、これぶっ壊すだけ。でも昨日も結構その俺が寝た後の破壊見たんですけど、破壊もしてたし、もう神田さんとか後ろワンチャンあるやみたいな結構叫んでて、誰って、誰、あれ誰、あれ全然あれでいいんで、あれで、あれちょっと弟っすね、神と違う、弟か、神と弟ね、神と君まで家になっちゃってんだ、神とそこまで来たなお前な、すぐそこにいるぞもう、あもうここまで来てんなお前、昨日もうだって神とっちの弟のケツドラム坂本が出てきたね、確かにドラム坂本、ケツドラム坂本出てきたから、あれ神とっちじゃないから、あれで出したらもう相当よ、うん、横でケツ叩いてんのか弟が。本番はもう構えてるんで大丈夫です。いつでも行きます。ああ隣にいる弟。はい、ケツ出します。最高じゃん。どんな時に流れるのそれ。横でずっとケツ出してるのやる。邪魔すぎるでしょ。本番はうちのローレンが破壊するんで、あんな感じで。うん。いや、うん、まあでもノリノリになった時に一番うるせえの多分俺たちのチームですよ多分。うん。乗るか明日。乗ったら止まんねえっす。マジでケツ叩いてほしい。オッケーです。もうもし空気やばくなったらケツ叩くんですよ俺。そしたらミスランド、ミスランド取られたらなってほしい。ケツ叩いたら絶対雰囲気良くなるから。オッケーです。任せてください。確かに。出しときます。まあてか最初から行きますか。ケツドラムはもう。そうね。もう最初から鳴らす。入場曲、入場曲。オッケーです。ラウンド始まるたびに入場するわ。ケツ叩くんですよ。そしたら。ノルをもうちょっとまとめておくんで、こういう作戦使おうとか、これやろうとか、これやろうとポンポン出るように、購入フェーズに話しやすいようにまとめたりとか、できるだけ限り協力はするんで、頑張りましょう。はい、すいませんでした。すいませんでした。え、もうやんないの？ん？いや、これは多分もうやってると変わんないし、一個前にもこれ言おうと思ったんですけど、多分変わんないです、これも。多分ここからみんなが集中してできる感じじゃないし、結構まあ大会も13時間前、12点。時間前なんで、まあ、10時間は寝たいよね。ガチ集中、まあ、俺もあと1試合マジでガチ集中、最後に集中してやらん、はい、うん、いやもう意味ないと思いますこれ。でも昨日この流れからすごいいい試合できたっすちょっと神田さん鳴らして鳴らして俺らの幸せのあれをちょっと待ってください、今ツボ下ろします。いやいいいやガチ集中できるよ俺ら別にいきますリトル神とか頑張れる入りました。あと1試合だけ行こう、あと1試合だけ行こうマジでまずいって、ドラム坂本もこうやってるんで、ちょリスナーさんも申し訳ないですけど、あと1戦ちょっとお付き合い願いませんか。お願いします。これ俺もうほんまに今日今残ってる全てを出すよ俺も俺もこの後何もないと思ってもう全部本当に余力残してたっす正直自分。いやもう、そう今日はもうないから全部ここに出そう。出します。